国権回復運動とは、1920年代後半より、始まった、中華民国国民政府が、それまで列強諸国に与えていた、諸権益の回収運動である。1928年6月、張作林爆殺事件によって死去した、張作林の後を継いだ、法天軍閥の張学寮は、同年12月29日、日本の反対を押し切って、小解析率いる、 国民政府に忠誠を誓った。それまで北京で中華民国北洋政府が用いていた五式旗の使用を廃止、東三世に一斉に青天白日万地公旗を掲げた。これを駅誌と呼ぶ。これにより中国は蒋介石政権のもとに一応の全国統一を実現した。中国における領事裁判権の撤廃交渉は1902年の 英気よ通商公開条約改正交渉及び1903年の新米条約、日清追加通商公開条約などに遡ることができる。これらにおいて列強は中国の違い保権撤廃に原則的に同意する一方で撤廃条件を留保しており実際の撤廃につながることはなかった。1902年に再現場依によって設立された中国教育会の 設立趣旨には中国の男女青年を教育し、彼らの知識を開き、そして彼らの国家概念を促進し、もって画実、国権回復の基礎となすと記述された。侵害革命により中華民国が成立した1912年以降も、1919年のパリ講和会議や1921年のワシントン会議などでも繰り返し撤廃要求が提示された。 1925年12月には、ワシントン会議に基づく違い法権委員会が招集されたが、列強は当初から消極的であり、中国司法の不整備などを理由に撤廃要求を事実上拒否した。この1925年は5.30事件など、中国ナショナリズムが高揚した年であり、不平等条約撤廃と方権回復運動は国民政府及び、 北京政府の対外基本要求となった。北伐後の国民政府は、高まる中国ナショナリズムを背景に、国権回復運動を展開し、対外的には強硬な撤廃要求を提示しつつも、前進主義を採用した。回収すべき国権とは、具体的には、などである。1929年12月28日の違い、法権撤廃宣言を、公知後、 1931年5月に管轄在化外国人実施条例を提示するなど国民政府は不平等条約の無効を一方的に宣言する外交方針を採用した。しかしこれらの宣言は中華民国の外交的実力に見合わぬ共弁に止まる段階であり現時上では強く出る一方で実質においては 引き続き各国と交渉して、円満な解決を図る方針が取られた。欧米諸国は、北伐の完成により、それまで北洋政府を政党政府とし派遣していた外交施設を小解析政府に派遣し、事実上この政権を中華民国の政党政府と承認し外交関係を解説したが、日本政府は方展派を北京政府の後継とみなし対価21。 過剰要求の継続を主張していた。日中間の通商条約である日清、通商公開条約についても規定上の改定期間が訪れた1926年10月に北京政府が条約改定を日本側に打診していたが、1928年に北京政府に代わって中国を掌握した小介析の南京国民政府が7月19日に、 一方的に破棄を通告。日本側はこれを拒否して、継続を宣言する事態となっていた。その後日本側からも対立悪化を懸念する声が上がり、九百二十九年に浜口祐子内閣が成立し、締原基重郎外相が対中融和政策に転換することで改定交渉が行われ、九百三十年三月十二日に日課関税協定が仮調印され、 同年5月6日に提約され中国側の関税自主権が回復された。イギリス・アメリカ合衆国は1928年に承認していた。ただし、関税収入は対外債務償還の担保として抑えられたままであった。1931年以降、国定税率による輸出入税が導入されるようになったものの、 1949年の中華人民共和国成立まで中国では税関管理の職務には外国人を雇用していた。また外国人の行う貿易については違い保権の問題が影響し事実上課税できない状態が続いていた。違い保権についてはイギリスとは1931年6月5日に違い保権撤廃を旨とする。 条約総案が仮調印され、アメリカも同じような条約案を7月に寄贈した。しかし実際には満州事変及び日中戦争の勃発、太平洋戦争への拡大などの事節を経た後、英米による違い方権の撤廃は1943年のこととなった。1943年1月9日、王朝明を主犯とする南京国民政府はアメリカ合衆国。 イギリス両国に対し宣戦布告した。同日、王党は共栄権を掲げる日本は、王朝明政権との間に、疎開艦治外法権撤廃の協定を結んだ。1月11日、米英も、小解析政権との間で不平等条約による特権を放棄する条約を結んだ。これにより中国は、中立国とフランスのビシー政権以外の間に結ばれていた。 不平等条約をすべて解消することとなった。日本政府はまた南京駐在の微信政府代表に連絡して、上海の共同疎開の行政権を王朝明の南京政府に還付させることに成功した。こうして中国は1842年に新国がイギリスと結んだ南京条約以来の主権不平等の状態がようやく解消されたのである。ありがとうございます。